13分ぐらいなんですけど、例の立正大使の、立正大使号の件なんですけど、あれ、まあ、多分、散々質問されていらっしゃるのかなと思いますけど。熱も入ってないんだ。まあ、じゃあ、ネットがね、これ今聞いてないんだよね。ちょうどあれですよね、日顕上人のお父さんに当たられる方。あ、日海上人のね。よくご存知ですね。日海上人。日海上人、はい。うん、創価学会の前、豊田さんとの YouTube を見て、初期の頃の豊田さんですけど、まあ、金髪の豊田さん。あの頃の創価学会の人はすごいですね。ああ、すごかったわ。大変だったわ。いろんなこと言ってくるからさ。本当よく、すごい、あれ見て、すごいなと思いました。豊田さんの。かわすというか、かわすという言い方はあるかもしれませんけど、もう同じ土俵に上がらないみたいな。まあ、確かにね、向こうのね、下手に乗っかっちゃうとね。そうですね、向こうそれ狙ってるんですよね。そう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 。向こうは向こうでさ、都合の悪くなるとすぐこうかわしてね、ちょっと待てと、もう一回戻してっていうのを何度もやったよね。立正大使ね。まあ、立正大使も、まあ、我々としては別に、まあ、我々神道系としたら、まあ、全然問題ないというか、ただ、まあ、宗門としては、あれ、確か何番ぐらいあったんですかね。一連宗、一連宗宗。まあ、一つの墓が同じとこじゃないといけないよとか、いろいろ多分、こう、規定があったと思うんですけれども、天皇からその、大使にいただくときに。あ、そうなの、ちょっと一応、その、宗宗も、その、やっぱり、身の目に墓があったってことを認めざるを得なかったのかなっていう。これだな。これだな、築築地で学会の悪議で提出ないからどうのこうのと、大正にまつわる誹謗がする、ざっくり言うと学会の悪議、ようやくこれ、いや、ようやくはいいから、まず大正号の宣言の可否について、それがもらうべきなのかどうなのか、まあ、これはもう主将振る舞い御所に、立正暗国、立正暗国論、今少しも違わず不合死ぬ、中略、権能性を、聖主の身をならば、日本第一の献上にも行われ、原神に大使号もあるべしと。うん、大使人が御自ら言ってるんだから、まあ、このこと自体はいいんじゃないかと。で、ご丁寧にも、これはいい反論で、がそこいいよね。で、大正に国家、次に、大使号宣言を受けることには、国家権力をものとして、ものともしてなかった大正人の国境外を下すもの。これもいい、別にいいよね。要は、何、合同でもらったってやつ。そうですね。あと、まあ、総学会の時の YouTube 見た限りでは、その日海上人ですよね。うん。が、まあ、本名の時手合わせてないとか。あ、日照上人じゃないですか。あ、失礼しました。その合同の時ね、西尾商人こう、ね、それはおっしゃってよ、用意してもらって、豊田さんが、うん、でそれすごい学会がなんかすごい批判されてた、あ、そうだっけね、見たことありまして、こういうのはあった、弘法との仲間ありじゃないのと、大使号宣言受けるってことは弘法大使も受けてるわけ、ああでもそれはそれはいいと、大使号を受けることに対しては全然問題ないと思いますけれども、まあ召集としてそのまあいわゆる身延と、まあ、手を、あ、方々与党ってことって意味ね。ですね。当時、あ、これか、また天皇から大使号が宣言されることについてのが、天皇主権の時代、あ、天皇主権の時代において天皇に宗宗大使、認めさせることは少なくとも消防ルフへの一歩前進ということに違いない。それがなぜ大正人を悪しく敬う大方法なのというのか、まあそれもまあまあ。どこなんだろうな。次に、まあちょっといい加減なこと言えないから、ちょっと宿題で取っておきますか。はい、日清商人はあれですよね、要望寺から来た五月商人芸家で、うん、仏像を作っちゃったっていう、まあ、ホスになる前に。これか。最後に、大使号宣言の式典で、日照商人は他州の官庁と共に写真に収まって、方々与党座し、一緒に度胸を招待する大法案まで犯したと。
ここじゃないんだね。要するに他州他門とその連名で大使号を申請した、これがどうなのかっていう話ですね。ちょっとうっすらしか覚えがないんで正確ではないかもしれませんけど、先ほど言った、うん、確かお墓が、うん、このミノムのここにあるってことを、うん、皆さんが連名で認めないと大使号を出さないよみたいな、うん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 、そんなことがあったような気がする。ちょっと読んだか、うん、優秀だったかちょっと。でも実際は、はい、本当にお骨あるわけですか。まあ、そうおっしゃってましたね、うん、分骨してるんですよ。だからミノム時代の時に全部は持ってきてないんですよ、うん、だからあるっちゃあるわけだよね。そうですね、うん、往年はあるっちゃあると。戸田会長は面白いこと言ってましたよ、うん、ミノムが馬の骨が入ってって言ってね言ってんだけどそれはやっぱり彼の見識がやっぱり、うん、あと研究がされてる、息子さん亡くされてますよね、戸田会長は、うんうん、で、まあ、自分はその息子にも娘さんか、なんか一晩中泣いたっていう言葉はあるね。現世で会ってるってことも。ああ、それ娘。娘さんですか。うん。まあいや、まあでも結構これだからね、あの人もね。獄中でやっぱ100万名の代目を上げるとそのぐらいのあれに達しちゃうのかな。いやー、ちょっとあの人もかなりこれだから、だからちょっとそこも言うか、ちょっと疑わしいよね。あと極めて主観的なもんじゃないですか。うん、こいつが俺の生まれ、あの子の生まれ変わりかなって思えば思ったとも言えるし、じゃあ本当にそれをどう客観的に証明するんだよって話になると、まあ俺もあれ感動して聞いてたんだけど、今思うと、あの人だってやっぱり完璧じゃなくて、いろんな、学会員をね、ある意味先導するには、それこそ先導を煽ったかもしれないですよ。だから、ちょうどでかいことを。うん、学会幹部の方が構造事故かなんかになった時も結構戸田行政全集読みましたけど、うん、結構悩んでらっしゃいますね。一生懸命やったのにやっていた幹部が構造事故なくなったのはこれは何でなんだろうっていうのは。で、なんか答えはないの？答えはあんまりなかった。本人的には。で、それを赤裸々に何かに文献に残ってるの？すごくまあ、ショックな感じで、ですね、すごく多分頑張ってた方だと思うんですけど、まあ、精神を応じせずということも書いてますね。何を？承認。承認、まあ承認。承認応じ、応じせず。うん、なので彼は承認じゃなかったんだということを、なんかこう、すらすら書かれてます。まあね、まあ、この、義によって子によらされってこともあってさ、日蓮召集のさ、純粋な信徒だって交通事故で死ぬことだってあるよねっていうのは、うん、この間亡くなった方は交通事故だったんですよ。で、誰？本源寺でしたか、法華経の方、私の先輩なんですけど、でそこで初めて日蓮召集の葬式に出て、前も言いましたけど、ほぼお経が流れてます。でも長いつったって長大はなかった。それともお経そのもの、多分ね、何度かこうやります、繰り返したんだ。繰り返してますよね。で、最終3回ぐらいやるかな、後ろの地がけをね、はい、まあ、ご住職によるんだよね、それも。南無法蓮華経っていうのも長かったですよ、うん、はい、まだ終わらないかなっていうような感じです。そうだね、ご尊師によってはさ、やっぱりちょっと非業な死を遂げてることに対して、うん、たくさんね、エコしなきゃって思われる方も、はい、いらっしゃるよね。そうすると僕なんかさ、まあ、どういう思いだったか知らないけど、おふくろの時正代がもう1時間超えたからね、お葬式でそんなこと、あ、お通夜だ、お通夜でそんなこと普通なくて、もうみん、うちの他のがもうみんなやっぱり困っちゃってっていうね、あったよ。だからそこ もう本当にご住職の、ああいう時は仏様の恩代わりとしてのお振る舞いで、もうご本人と仏様がもう一体不二になってじゃないですかね。なのでご判断がふっととっさに、あ、こうしようとか思われるようなことは結構あるよね。で、それはご尊師しかこう監督できないような 何者か。だからたくさんやっぱり唱えなきゃいけないと思う。いや、それは思いますよ、交通事故でね、いい死に方とは言えないからね。で、まあ2年たった、まあ一周忌二周忌と、うん、その本
行きました。うん、ああ、すごい仏殿ですよ。であとはあのですね、すみません、まだちょっと行けてなくてですね。これからちょっと。ぜひあの妙想寺の関連で、はい、って言ってくださいね、はい、喜ばれると思うよ。妙想寺だからね、来てくれちゃうから、はい、うん、ありますので、あ、よろしくお願いします。じゃあぼちぼちですかね。すいません、もうそうですね、15分になりました。ありがとうございました。